夏の花といえばみんな何を思い浮かべますか。これはねマジでね論争になったんだけど、スバルのねチャットがね、あの一時期ブログ化したって言ったじゃん、姫森ルーナとかいう女によって姫森ルーナちゃんっていう姫様によってスバルのチャットがねなんかたまにあのブログ化するんですけど、なんかルーナ知ってる、最近ガーデニングにハマってんだってで、なんかガーデニングにハマってるって言って、なんかガーデニング楽しくなってきたのらみたいなことをさ言っててさ、でなんかちゃんとガーデニングの画像みたいなのがこう添付されてるわけよ。いやそれでさ、まあいいじゃんみたいな、あ可愛いじゃんつって、でなんか朝顔を埋めたみたいなこと言ってたんね。なんか朝顔を埋めたとか言うとちょっとなんかサイコパス味あるな、なんか違う、朝顔を育てたみたいなことを言ってたね。なんかあいいじゃんいいじゃんって言って、で夏といえばヘチマのカーテンだよなってなったわけ。スバルはわかる、夏といえばさあのヘチマのカーテンでしょ。それがねスバルはね日本の夏だと思うんですよ。ヘチマのカーテンわかんないやついる？ちょっと待って、田舎すぎん、おいおいマジかよ、分かり合えねえよお前らと解散夏といえばヘチマだよね。ねえヘチマ買ってさ体洗ってなんかスポンジにしてる子とかいたよね。えいない、スバルの常識を押し付けない汚いのらじゃないだろ。えじゃあみんな逆に夏の風物詩といえば何なん？花のヘチマより上出せんだろうな、夏の風物詩。ひまわり、まあそれはまあ諸説あるわそんなずるいじゃん、もうひまわりなんて出されたらさ勝てねえじゃんそんな、それはずるいだろひまわりは。まあ、あのそんなこんなでなんかルーナとちょっとまあ、あの揉めはしてないけど、おい夏の風物詩といえばみたいな会話をしました。まあじゃあ明日ちょっとコメント欄に聞いとくわって言って聞いたんですけど、普通にあの今敗北しましたね